ろいろな機能がある車なんで、その辺 のポイントになるところだけ、パワーポイント使ってご説明いただきます。で、それ終わったら、ご試乗で、ちょっとお時間いただいて、ご島も一緒に同乗させていただいて、ちょっと実際のその、走行中の、はい、まあ、使い方とか、その辺もご説明いただければというふうに思いますので、いろんな機能を、なんですかね、例えば渋滞はい、なんかをですね、探しながら今行きますので、ええ、私が隣にいた方がいろいろお役に立てるかなと思います、はい、ちょっと小ネタなんですけども、私実は祖父が中島飛行機で飛行機の整備をやってまして、で父は富士重工でサンバーの製造ラインにいたんですけど、スバル3代目でして、それで体に流れる血のみならず DNA をスバルブルーって書いてあるんですけど、で、こんな思いも込めながら今、我々がやろうと思っているのは、お客様の心の導火線に火をつけるということで、こうやはりどっかのタイミングで CM とかウェブとか雑誌とか、あるいは実車を見るとかで、お客さんがレヴォを買いたいって思ってくれるような車にしたいなと思ってずっと開発をしてきておりまして、ちょっと大変恐縮なんですが、最終的に、どこまで行き着いたかと言いますと、こういうキーホルダーを自分で作るようになってしまいましてですね、皆様にこうレヴォーグを知っていただこうかなということで、全部、自腹でございます。はい、予算なし。それでレヴォーグ3つの価値ということで、実は分析を、なんでこの間気がつかなかったんだろうね。その解除されたそうですね、ちょっと今日もしよろしければお試しいただいて、やっぱりもうちょっと起きようがいいんじゃないってことがあれば、また改良で考えて、ぜひ声をいただいて改良していきたいと思います、はい、我々は例えば速度のハンドルというか、こう運転レーンキープはですねやめるけども、うん、前車と追従はやるとかですね、そうするとぶつからなくて済みますので、うん、そういうことには工夫はしておりまして、それは従来のアイサイトからもそうだったんですけども、うん、我々ずっと20年間うなぎ屋さんが秘伝のタレを継ぎ足すようにソフトウェアを改良して今自分たちで作ってるんですね。ソフトを作って桜井さんに渡して書き込んで製品にしてもらってまして、うん、それでもやっぱりさっきの白線が消えてるとかですね、あとちょっと江戸橋ジャンクションの手前なんかカーブマイ原則で入ってくれるかなと思いましたら、ちょうど分かれるところで白線が真ん中ないんですね、うん、そうなるとそこでキャンセルしちゃうので、そうなるとやっぱりそういうところはキャンセルするんだとかもっていうのはやっぱりご理解いただかないといけないのかなとは思ってます、はい、その前に警告とかある、ですね、そこは白線が見えなくなってから警告を出すんで、私とするとそれだったらもっと早く地図で分かってるんでキャンセルした方がいいんじゃないかって話もしたんですけど、でも条件によってはですね、速度がゆっくり入っててくれたりすれば計測することもあるので、一概に全部キャンセルするよりもその辺はお客様 この速度設定とかにお任せした方がいいんじゃないかという話もありまして、ちょっとどちらが正解かというのかわからないです、うん、あと一般のこう山道を走った時に、はい、こうはみ出すんですよ、はいはい、あれはどうなんですか。あれは50キロ以下でしたよ。あれはですね、大変申し訳ないんですけども、一般道では通常クルコンはまだ我々としては基本的には使わないでくださいということなんです。自動車専用道路でやはりこう先ほどもから申し上げておりますように、この白線がですね、やっぱ高速道路は比較的しっかり書いてあるんですけど、普通の道に行っちゃうともう書いてあったり書いてなかったりもう様々ですので、下手すると白線に通常差し合うとですね、白線がこうなってるとそれに通じてくるのが動いちゃうものですから、ちょっとまだ一般道はですね、ちょっと正直使う方は多いかと思います。楽ですので、うん、ですけどやはりそこは我々としては推奨はしていないということです。スバルさんとして一般道では使わないでくださいって言ってるんですか、はいはい、申し上げております。言ってるんですね。ですので、ですね、
一般道で使えるんであれば追熟ルコンが最初からスイッチが入るんですけども、はい、実はエンジン切ると追熟ルコンが一回システムが落ちるんですね、はい、自分でこうオンしていただくことになりますので、ということはジャーナリストは嘘ついてたってことだな。この間のジャーナリストは嘘ついてたってことだ。これです。間違えてます。一般道も使えます。正直あの海外のメーカーさんはもう初めからオンになってるんですよね。追熟録もそういうのが始まっていて、うん、我々もそういう議論はしてます。あのイグニッションオンしたらもうクルコン速度セットすればさっきの話で言うと。そのメインスイッチを押さずにも速度設定だけで動くようにしていいんじゃないかってありますけど、うん、それをやってしまうと本当に一般道でみんなビッてやるだけでやっぱりお客さんの意思をそこに込めていただく、それとも使います、アイサイテックス使いますっていうのをやっぱりこう、今から車に少し支援をお願いしますよっていうのをやっぱり意思を込めるのがやっぱり大事かなと思っておりまして、ね、今映りませんけどもこれがもうあのアイサイトの X を使うときはこの自社位置がこれで出ます。こんな感じですね。これが、はい、あのアイサイト X を使うときはこれが一番いいかなと思いますね。だいたい普段なんかタコメーターいらないもんね。いや、あの、もう本当に、ね、はい、あの、マニュアルではなければ。いや、だって本当になんかこう人間が買っとむときだけでしょ、メーター欲しいなと思うのは。はい、あとは情報が欲しいよね、普段の。はい、この車が今どうなってんのか、アイサイト使ってもいいのかダメなのかっていう方が普段使いとしてはいいですよね、はい、やっぱり僕のお客様なんかだとこう針の動きがこう楽しい人も結構いるんだね。いや、いらっしゃいます。もうだからこの液晶でんですけど、あの機械のように動くっていうの結構こう大変で、ちょっとおかしくなるとこうなんかあのアニメーションのインチキになって、実際アニメーションなんですけど、うん、ここが結構こう針を真似するっていうのがちょっと大変です。へえ。うるさいんだね。これ使える使えないっていうのはどこでわかるんですか？アイサイト X ですか、はい、このゼロの上にですねこのマークが出ます。あのあれに行きますと、あの高速に乗ります。正直言いまして、乗った瞬間結構あそこ弱いんですね。あの2号線のところが、はい、衛星が取りにくいのかちょっと弱くて、出る場合と出ない場合それもあります。ですけれども、あの出たら押していただければそれで制御になります。なるほど。本当にあの試案は条件が非常に悪くてですね、あの本当に最後までもしかしたら全部切んなきゃいけないんじゃないかって話もしてたぐらい条件があるんですけど、なんとか頑張って使えるようになってきたんですね。高速の渋滞は助かりますよね、運転支援はね。本当にあの東京にお住まいの方は特にあのどっか遠出行って帰ってきて渋滞なんで、うん、それをもう本当にアシストしてくれるんであればそんな楽なことはないんじゃないかなと、うん、我々もあのさっきの群馬、普段太田で東北道で来るんですけども、はい、朝来ようとするとあの川口線は絶対に渋滞するんですね、うん、そこで本当にあのやってハンズオフでアシストしてくれると本当にコーヒー飲む余裕が出たり、ね、はい、そうですよね、はい、もう少し渋滞探して休もうみたいな感じにもちょっとドライブの姿が変わるんじゃないかなっていう感じがします。ちょっと疲れたら渋滞になる、うん、あとこれあの、ちょっとさっき説明があのできなかったんですけど、ステアリングがですね、あのボタンの検知ってあのステアリングを持ってますかっていう検知を従来はこのトルクでやってました、はい、それなんでちゃんと持っててもですね、あの持ってくださいって警報が出る場合があったんですけども、うん、これあのタッチセンサーといいまして、あのセンサーがあの静電容量で水分を検知するセンターが入ってまして、はい、指3本でこう触っていればもうハンドルを持っているというふうに検知してくれます、うん、ですので高速道路行ったら本当に手を添えていただく感じで、それで繋がってる感じがするんですけど、うん、実際それで肩の力を抜いていけますんで、本当にあの高速道路なんかもこれだったら別にもうハンドオフしてくれてもいいかなっていうぐらいで、ハンドオフってこう手の置き場がこうまあそうですよね。どこはって、うん、いや手置きますよね。ね、そうなんです。だからそれがよくいいんなら、あの別にあんまりそこにハンドオフに、そう高速域のハンズオフに価値はあまりちょっとないかなって気がするんですけど、うん、ちょっとあの分かりません。使ってると結構いや、やっぱりハンズオフの方がいいんだよってこともあるかもしれないし、
今これカーブアイの減速が出てませんので、はい、今この速度域であればあのシステムは曲がれると判断して、うん、あの減速をかけてないです。ここから先行くと一旦あの、合流になりますので、あるところで音が出て消えると。あれはオーバーライドじゃないかな。今ですね、本当でしたら今50キロ以下に下がりましたんで、あのハンズオフの領域に入ってるんですけども、もうすぐ合流するのが分かってますんで、はい、あ今入れましたね、ここで入れて今切れました、これで合流するのが分かりますんで、今あの切れたんですね、はい、このままずっといっちゃうとハンズオフのまま合流しちゃうんで、はい、これはあのご自分でレンチェンジしていただく必要がございます。入っていただいて、このまま右行っていただいて、あの、レインボーブリッジ方面に行きます。これで今緑ですので、ハンズオンの状態で、もうちょっと落ちますとハンズオフが可能なんですか。これフロントガラスに緑が出てるとアイセット X が 使えますよっていうこと。ですね、緑は、前走車を今追従してますっていう、そこがかなり重要なので、アイセット Xというよりもやっぱり前走車を捉えているかどうかというのがかなり重要なので、あのそこはあの残したままにしています。アイセット X と機能がたくさんありまして、うん、どこまで使えているのかというのが分からなくなっちゃうので、あの速度制御をかけているけどレーンが見えていないとかっていう状態がありまして、うん、あの商品名として機能の総称はアイセット X ですけども、はい、あのその個別の機能はあの別々で、やはりこうあの前走車をちゃんと捉えるっていうのを緑で出しています。これでハンズオフになりますと両側に青いランプが出て、そこもやっぱり条件が少し変わりますんで、あのあれこれ怖いな、これ今あの反応した。今のはあの従来でもいけたとは思いますけども、あの広角になった関係で、あの白線を乗り越えるとかなりあのそれでも前走車と判断してあの制御に入ります。これでハンズオフです。ハンドル手離していただいて大丈夫です、ね、はい、そう音になりました今、はい、ちょっと怖いかもしれないですけど、怖いよね、はい、これが今ハンズオフの状態です、ね、で両側に青が出てると思いますけども、はい、これで今ハンドル、持たなくていいよっていう状態になっています、ね、これで50キロを少し超えた状態で、またさっきの音の逆が鳴って、これで今ハンドルを持ってくださいって出てます。カーブが近づきましたので、はい、今みたいな感じがハンズオンの時はかなり ああいうのをしっかりやるようになります、はい、あなるほどね。それで今カーブ減速をかけています。すみません、左行っていただいて、ああ、いいんです、ね、申し訳ないです、このまま真っ直ぐで、はい、あのレインボーブリッジに行きます。ってことはこの間 の千葉の料金所でこの警告音が鳴ったっていうことですよね。ですね、そこはもしかするとあの、レーンのキープをキャンセルしたあの料金所前だとレーンがなくなるじゃないですか、はい、あそこまでの音はその時は鳴らしてないと思います。もうちょっとあの音が小さかったかもしれないですけど、はい、あのそこはちょっと分かりにくかった可能性があります。さっきのこの黄色の点滅は何なんですか。オレンジこれはですね、ハンドルを今持たれてないっていう認識になっちゃってるので、持っていただく、触り方がちょっと弱いので、はい、これで右入っていただいて、ちょっと高速域を少し試していただきます。80まで上がりました。80までちょっと上げさせていただきます。はい、もう一回ご自分で右行っていただいていいですか。両側に車線が出ました。これで今レーンチェンジができますよって合図なんですけども、両側に扇形が出ておりまして、両方に障害物となる車がいますので、できませんって合図です。これ右側今行けます。扇形がないので、いいですか、ちょっとやらせていただいて。あ、今ダメですね。はい、これ左が大丈夫です。これ左に行かれば大きく深く入れていただきますと、これでハンドル持っていただいていますと、レーンチェンジアシストをかけます。はい、こういう機能ですね。
左は今ここで行けます、はい、じゃあちょっと左を行っていただいて、もう一回上にあれば深く入れていただいて、はい、まあ、これでハンドル持っていただいて、白線になったらエンジンかけます。こういうアシストをエンジンでアシストと言ってこれは楽だ、はい、あの皆さん、はい、俺はやらねえよって言った方も皆さん使っていただけますので、これは楽ですね。これちょっと、まあ、ここら辺がやっぱりレーンがちょっとないので、これは左で、はい、これ怖いね、はい、今のはやっぱり線がないので、はいはい、ああいうところはちょっと気をつけていただくと、これも今左レンジエンジンはいけます、あの深く押していただくと、はい、あ今ちょっと、ですね、今多分ご自分でちょっと操作がされたと、あのドライバーの操作優先でオーバーライドというふうに認識してキャンセルします。だからあれをレンジエンジンをアシストをかけるときはハンドルを添えていただくだけで車に任せた方がなんかね、信用できないんだよね。あ、まあそうですよね。いや、おっしゃる通りです。もうほんま初めて乗った車なんかにこう命を預けるそうなんだよね。いや、おっしゃる通りです。その通りです。知らないうちに知りたくないっていうか。いやいやいや、そうですよね、その通りです。でもやっぱりそのくらいの方がね、もうなんかこう、あの本当に安全だと思うんですよ。あんまりこう、本当に過信されると、あまりこれも使えないんですけど、慣れちゃうと実はレンチェンジがかなり一発躍中でやってくれちゃうので、うん、あの周囲の確認を怠る場合があるんですよ ね、 そうですね。あのメーターの中だけで完結させちゃって、はい、ああもう車がやってくれるから周り見なくていいやになっちゃうと、あのそれが完璧だっていう保証がどこにもないので、うん、あのレーダーで検知してるだけですから、はい、それだけお気をつけていただく。正直赤いところは結構きついのはきついんですよ。こういうところでもキャンセルする場合も正直ありまして、もうちょっと多分瀬戸車速が高いと、あの走行車速が高いと途中でキャンセルする場合もあります。初代ね、僕が見てます今超見てました。見てた見てました。書いてるよね。これも今カーブで減速をかけましたので、これもあのカメラだけではなくて衛星の電波でこれで切れると思います、はい、そういう、いきなり切れるの？今みたいな感じ。いきなり切れるの？いきなり、あの、正直切れる場合はあります、はい、ああいう形で、はい、ただあのやはりこの何ですかね、 C1 のこの中がかなり、うん、あの落としきれないというか、はい、そういうところがありますけども、あのそれ以外はかなり追従すると思います。そこはもうあのちょっとご理解なんかしかないかなと。まあそうだよね。ですので、あの本当にあのここの先の S 字なんかかなり実は厳しいんです。いつも切れる場合があるんですけど、はい、やっぱりこう、あの、なんですかね、こういう狭いところというか、あの、本当に狭いところはもう本当に厳しいというのをご理解いただいて。今みたいにこう、急に切れて、あってハンドル切るよりは、はい、手前で教えてくれないですかね。そうなんですよね。そこもですんで、それをもう、ここであの切れるか切れないか分かればいいんですけど、はい、そうなると、切るしかなくなっちゃうんですね、そうするといつも切るのがいいのか、それともあの車速とそれに合わせてどこまでやるのかっていうのは、あのちょっとそこはあの、はい、判断で今は少し頑張る方にしているっていう感じです、はい、従来もやっぱり従来からまあそういう形でレーンキープはあのできるだけ頑張る方向で今設定してます。いきなり切れるとなんかドキッとしますよ。まあそうですね、はい、ですので、あの
私なんかだとその お伝えしてますし、あの自分でもやるんですけど、この辺だとかなりしっかりもう自分でハンドル持つという意識をかなり持って、はい、あの運転をしますね。今のレーンが見えてないです。ああそうですね、はい、そうか、今のピピンが、はい、あれがそうですね、アシストできませんよっていうことなんだね。そうですね、レーンを見失いました。前回もあれが鳴ってたんですけども、はい、それがちょっとあのやっぱり言われないともしかすると気づきにならないかもしれない。気づかなかった、うん、こういうところはかなりも自分で運転する気で曲がっていただく方がいいと思います、はい。やっぱ赤がやっぱりダメですね。なるほどね。あのだけど今車が勝手に曲がってましたよ。そうですね、うん、あの本当に条件によってはになっちゃう。ちょっと速度が高いとそれであのダメだってなる場合もあります。こういうあのつなぎ目がこの電線ダンパー結構良くてですね、あの加速度センサーであの G を拾ってますので、あのすぐ足をキュッと固くしたり、あの瞬間的にですね、あれが前が乗り越えたら後ろはもうその時点でソフトにするとか、うん、あのそういうレンジ制御、はい、ZF のダンパーですね。これコンフォートですよね。これコンフォートモードですね、はい、乗り心地いいですよ、はい、もう本当にあの、ね、今までのスバルにはない。乗り心地がいい。あとは奥様が外観がお嫌いでなければ、ちょっとやっぱり外観はちょっとガンダムチックなんで、あの、かなりあのやっちゃってますね。あの特にこの穴がですね、この今更エアインテークかよっていう穴がこう、あの評判があまり奥様には、スバリスト大好きなんですけど、一回のファンイベントで、次のレボーグ穴なくしていいですかって言ったらみんなにブフ言われて、あのあそう、はい、あのあ絶対だってない。いや顔かっこいいじゃないですか。あいいんですよね、だけどあの話を聞くとですね、あの奥様がこう乗ってると、その前の車のミラーにこの顔が映ってるのが嫌だっていう方が煽ってるんじゃないかっていう、私そんな怖い車乗ってないのよっていう、私はそんな人を威嚇したくないっていう方がいらっしゃるって聞いて、人間の心理って難しいな。これであのすいません2号方面、はい、結構こうハンドル あのクイックな感じで頭がスッと入ってると思うんですけど、本当にあのボディがしっかりしていて、まあ、そういうセットキングヨークセットを狭くして、それであの2ピニオンですね、はい、あれがかなり効果的。快適だ。快適。時々ドキみたいな。機械が優秀すぎて頑張りすぎちゃうんですよね、きっと。あ、それも あると思います。あのだからそこのメリハリがやっぱり大事かなと思ってますよね。はいはい、うん、いやでもこれだけ助けてくれると楽だよ。うん、そうですよね。そう。その 100% 信用しちゃうと、うん、さっきみたいにドキッとしちゃうけどさ。うん、あれだけ助けてくれるっていう意味においてはすごい楽。そうですよね、うん、すごい楽だよ。じゃあそのサポートしてくれる領域があまりにも広くなってるんで、まあそうですね、本当にあの、はい、だからこう信用しきっちゃうところがあるんだよね、うんうん、そうですね、そう、その本当にあこれなんか全部任せてもいいかなって信用しきっちゃうところがある。やっぱりこう自動運転とはやっぱりあの勘違いされないでやっていただくのが自然。そうですね、だから伝える側がちゃんと伝えないといけないんだよね。ああおっしゃる通りです、ね、本当にあのどういうシステムかというご理解ができる。自動運転です、すげえだろうってやっちゃうと大変なことになるけど、やっぱ我々側に責任があるよ、ハニちゃん、はいね、はい、本当にこう皆さんに伝える時のさ、そうですね、伝え方だよね、はい、すごくこうアシストとしてはすごい助けてくれるから楽だよ。だからメーカーの人の話をそのなんだろう、話をでっかくするんじゃなくてその通りこう欲しい人たちに伝えることが一番大事なんじゃない？
伝え方だと思うな。自動運転でオートパイロットだっていうとね、勘違いする、聞いた方は。だからあくまでも人間が運転してて、その人間を助けてくれる、その仕事量を減らしてくれる、ハンドルも持ってなきゃいけないし、ただやっぱり注意はしてちゃんと人間の目で見ててください。だけどその分ハンドル切ったりブレーキ踏んだりアクセル踏んだりっていうこともお手伝いしますよっていう、それはすごく頭いいと思うよ、これは、この車は。だからそういう意味では今のこの技術はすごいなと思う。結構視聴者からきついコメントがいっぱい来たんですけど、うん、それについてはどうですか。いやだって知らないんだからさ。だからどうだろう、そこまで説明されないでそのレンタカー借りた時に俺と同じ乗り方すると思うよみんな、ね、だからそう、じゃあ、視聴者の皆さんはスバルのことをよく知ってる人たちだと思う。だからそれはやっぱり今日みたいにさ、五島さんから話を聞いてたら、ああそうなんだ、じゃあ運転の仕方、操作の仕方が悪かったんだねっていうのは分かるけど、そうじゃなくて俺らみたいに何も知らなくて、じゃあレンタカー借りた時にそういう風になると思うな、その五島さんから話聞いてない人は。だ今回は聞いたから、そのアイサイト X が切れた時にピコンピコンってこう合図はしてくれる、それを分かってるから、あ切れるんだな、切れたんだな、じゃあ自分で運転しなきゃっていうのが分かるけど、それはもうね、そのいろいろご苦言をいただけるけどしょうがないと思う、ね、だけどこうやって今回検証してみて、五島さんの話を聞いてからアイサイト、アイサイト X を試してみたら納得できるもんね。だからこれはこれでいい車ですよ。